ここ最近は猛暑日が続いているね。ちょっと外に出るだけで汗かいちゃうし、息苦しいくらいの熱気に襲われるよ。今年は平年より気温が高い傾向にあるからな。35度を超えることなんてザラみたいだぜ。場所によっては40度近くまで上昇して酷暑になるみたいだから、熱中症には十分に注意しなきゃね。水分補給はもちろんだけど、適度に塩分を補給しないと。コロナも未だに猛威を振るってて、熱中症とコロナ対策を並行してやっていかなきゃだから、大変だね。マスク着用だとどうしても息苦しいし、熱気がこもるからな。たとえ喉が渇いてなくても、こまめな水分補給と、屋外では2メートル以上人と距離を離してマスクを外すことも意識するといいぜ。何にせよ、健康が一番だからね。夏にもコロナにも負けず、みんなで乗り越えようね。そうだね。さて今回は、アメリカボーイング社の社運をかけた最新型 F-15 イーグル EX が初飛行に成功したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年2月2日、アメリカ空軍用に開発が進められてきた F-15 イーグル戦闘機の最新型である EX 型が、初飛行に成功したことが製造元であるボーイング社から公表されたよ。この F-15 イーグル EX 型は近年の戦闘機としては珍しくなった複座型の機体であり、アメリカ空軍とボーイング社との間で締結が済んでいる8機のうちの最初の納入分にあたる模様だな。このまま順調なテスト結果が続けばアメリカ空軍が保有する現行の F-15 イーグル CD の代替機として、あと残り最大で136機の生産も見込まれるだけに注目を集めているみたいだよ。近年第5世代戦闘機としては F-22 ラプターや F-35 ライトニング2などのロッキード・マーチン社に採用を独占され、セールス的には後がないボーイング社にとっても期待がかかるようだぜ。F-15 イーグル EX 型はいわゆる4世代と5世代の中間にあたる 4.5 世代戦闘機に分類される機体であるが、実戦で撃墜されたことが未だにないマルチロール戦闘機としてその素地に信頼性は高いだろうな。日本では航空自衛隊もおよそ200機ほどの F-15J を保有しており、世界でも唯一三菱重工業がライセンス生産したことでも知られている同機だけに EX 型の使用は気になるところだね。というのも日本も一部の F-15J の近代化改修を予定しており、その内容には今回の EX 型で実現されている機能がフィードバックされるのではないかと目されているからであるみたいだよ。EX 型は F-16 などと同様のフライバイワイヤ式の姿勢制御技術や、大型の液晶やヘッドマウントディスプレイ、非常に高速な処理速度を持つ演算装置などを実装しているんだって。特に胴体や主翼の下部に設けられた兵装を喧嘩するためのハードポイントは合計12箇所を数え、現在の主力戦闘機となりつつある F-35 ライトニング2と比べ格段の重武装が可能らしい。アメリカ空軍では現在 F-22 ラプターを頂点とした制空戦闘機と、これを補完する F-35 ライトニング2、そして現行の F-15CD や F-16 が混在して運用されているみたいだよ。今後 EX 型が本格的に導入されれば住み分けができて、F-22 ラプター、F-35 ライトニング2との3種類での任務別の運用が可能になると思われ、これは日本でも参考例となるだろうな。それぞれの強みを生かした任務の振り分けができるってことだね。航空自衛隊では F-15J の近代化改修、F-35 ライトニング2、そして F-2 戦闘機の3種の運用が想定されているが、F-2 戦闘機の代替のための次期戦闘機開発が開始されたばかりだぜ。日本の国情は広い領海に囲まれており、現在 F-2 戦闘機が担っている空対艦任務の今後が心配されているけど、次期戦闘機の導入までの間に F-15J の近代化改修で対応する選択肢もできそうなんだって。航空自衛隊での F-15J イーグルの導入は実は1981年にも遡るものであり、今年2021年は実に42年目とすでに半世紀にわたる運用が行われつつあり、中身は刷新されるとはいえ長期の収益となるみたい。若干不安要素があるとすれば本国アメリカにおける EX 型の追加発注が、本当に136機も行われるかどうかであり、最悪今の8機で終了した場合、日本へ悪影響が出ないかという点だな。アメリカでの F-35 ライトニング2の生産効率は、2020年の新型コロナウイルスの蔓延までは順調に上がり続け、それに正比例して生産コストも下落の傾向が続いていたらしいぜ。こうした点からも深刻な予算不足に見舞われているのはアメリカ軍も他の世界各国と同様であり、議会がわざわざ F-15 の新型である EX 型を大量に調達する計画を了承するとは言えないと見る向きも多いんだよ。コロナの影響はいろんな産業に大きな打撃を与えているもんね。ボーイング社としては社運のかかる EX 型であるが、最近の同社はアメリカ海軍の主力戦闘機である FA-18 の最新型である EF ブロック3型においても芳しくない事態が報じられているよ。
これは FA-18EF ブロック3型で搭載される予定であった同機の航続距離を延伸するための追加の燃料タンクが、テストで問題ありと判明しブロック3型そのものの採用が危ぶまれてきたみたいだね。現在この問題が対策によって修正が可能なのか、またアメリカ海軍のように航空母艦の艦載機として使用する以外の通常滑走路使用では大丈夫なのかも不明となっているよ。もし仮に通常滑走路使用にも問題がある場合、アメリカ以外にカナダやフィンランド、インドやドイツなどにも波及することが考えられ、これらの需要を失う恐れもありそうだな。特にインドにはこの FA-18EF ブロック3型をはじめ、F-15 イーグル EX 型も売り込みたいと本国アメリカ以外でのセールスに熱心だったボーイング社は一点窮地に追い込まれかねないな。一時代を主力戦闘機として築いてきた F-15 イーグルにしろ FA-18 にしろ、その延命の可否はどうやらこの2021年中には道筋が見えてくることになりそうだね。それじゃ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。